Hey, what's up? キャプテントラジローです。ちょっち急ぎで動画撮りましたんで編集は弱めです。で、今回は先日出した先釣りについての動画および先釣りについてということなんですけど、まあ昨日ですね、黄金でも先釣りはなくならないねーっていう動画を出してましたが、たくさんの方に見ていただき、そしてコメント欄でもたくさんのご意見ありがとうございます。中には一部ね、議論し合ってて白熱してるってこともありましたが、いずれの意見も否定はしないし、暴言とかね、悪口はダメやけど、ちゃんと自分の意見を言うっていうのはいいことだと思いました。で、いろんな意見もある中で、別途 X で見かけた情報なんやけど、先釣りした DPS を通報したタンクがいるとかで話題になってて、先釣りに関してはゲーム内でこう先釣りが発生するっていうことも、それに対しての対応とかも千差万別で、論争を含めてマジで終わらないんだなと思いました。まあ今までは悩み相談もらった人の対処方法とか、まあ先釣り起きたらこうした方がいいんじゃないとか、自分ならこうするよっていうのを答えてきたけど、今回は改めて自分個人の意見を述べたいとちょっと思うところがあって、自分が出した結論は、先釣りはギミック。これは過去に先釣り動画を取り扱った時からまあずっと言ってることなんやけど、先釣りは基本良くないよね、大体は何かしらのトラブルの元になるよねってことをベースに考えは持ってるんですが、それでもね、いろんなプレイヤーいるからね、先釣りはどっかで必ず起きているってことがあって、じゃあその都度通報したりするのがいいのかっていう話で、まあ、そうなるとトラブルばっかりで視野も狭くなって楽しくなくなるじゃんっていうので、そこで自分が出した答えは、先釣りはギミックと思うこと、ギミックと思って対処すれば自分のテクニックを生かしてクリアすることはできるし、まあ、その時はね、一瞬腹立つかもしれないけど自分の感情をコントロールすればいいし、その後ね、自分のスキルに生かすことができるっていうのがあって、特にタンヒラに関してはイレギュラーなことに対応できるっていうことは、このゲームを遊ぶ上で超役立つテクニックで、さらにヒーラーに関しては味方のイレギュラーなヒーラーに対応できるようになると、まあコンテンツそのものがクリアが厳しい状況でもクリアへ導けることにつながるし、まあタンクはね、ヘイトを取り返すっていう際の感覚をつかむことができたりとか、これらは高難易度でも使えるテクニックやから、トライ用によってはプラスにできるというわけだから、先釣りは人じゃなくてギミックと思って処理すれば、まあ大体のことはうまくいくよっていう話。とはいえ、先釣りを肯定するわけではなくて、あくまでも起きてしまった時はこうすれば対処できてクリアへ導けるし、無駄な時間をかけなくて済むよっていうことやから、俺は基本は見殺しは良くないと思ってて、自分はね、成人じゃないからそりゃ腹立つことなんてあるし、昨日の動画でも言ってたんやけど、やっぱり一瞬でも転がしたろかって思うねことはあるけど、そっから自分をコントロールすることで怒りの感情を抑えるんじゃなくて変換させて、むしろポジティブシンキングにしてクリアできるっていう風にできるし、まあ、見殺しにするとかえって時間がかかるから、合理的に考えて俺は基本やらない。だからこそ転がしてやったことを自慢げに話すやつは正直好きじゃない。先釣りしたやつが死にかけたけど救ってやった、笑いながら一緒にクリアしたとかなら自慢話になると思うけど、転がして自慢げに話すやつはシンプルにつまらないし、何の価値も生んでないから自慢になってねえと思うわけよ。で、それにあえて仕掛けるようなトラップはもっと良くないと思ってて、例えば DPS が先行して走るやつが多いっていうので、ダンジョン突入後に最初の位置からあえて動かないとか、あえて DPS に先へ行かせて先釣りさせて、そっから、はい、先釣り通報しますみたいなことをやってるのはもっと悪いやつだと思うし、そこにはね、何の正義もないと思うから、それはちょっと話が別だと思うわけ。こんな人本当に数えるほどしかいないとは思うけど、これも何度も言ってることやけど、所属している DC で感覚の違いはあるかもしれないっていうのはあって、マナガイアは圧倒的に日本人口が多く、次いでメテオで、最後にエレメンタル。マナガイアは日本人が多いからこそ日本の風習とか文化っていうのが根強くあって、マナーやルールを守りましょうっていうイメージが強くて、うちのチャンネルのコメントでも主にマナーとかガイアの人が多くて、やはりルールを守らないやつは悪いという意見が多いように感じてます。まあこれを普通に考えたら普通のことやとは思うんですけども、その一方、自分のようにエレメンタルの所属の人はどうなのかっていうと、この4つの中で比べると、まず最も海外人口が多いところです。まあ言うてね、日本サーバーやし、日本人口が多いのは多いけど、まあルーレとかやると2、3回に1回は海外の人も当たることがあるし、先釣りもね、普通に起きたりするから、アライアンスとかなら、海外ならエアラが MT の文化が一部あったりするっていうのもあって、この間もクリターで、自分は B アラタンクやったんですけど、A アラタンクがヘイトを取りに来るってことも全然あるから、まだ一部にはあるにはあるんだと思いつつも、まあ5区とかのパーティー募集を日本語で書いてても入ってくるってこともあるし、話を聞く限りでは、マナガイアではあまり起きないことが、こっちでは日常茶飯事に起きているという文化の違いがあります。
これがこのゲームを始めた頃から体感していることやから、先ずりが起きてもね、正直耐性がついてるから何なりと対処できるし、日本でいうところの地震と同じ感覚と思ってて、日本人は地震大国やから地震に慣れてるから、別に起きてもね、なんかいつもかみたいな感じになるけど、海外ではそんなにしょっちゅう地震が起きてなくて、地震が起きるとすんごい慌てるけど、そんな中日本人を見たら震度1から3ぐらいやったらそんなに動じないから、え、なんでそんな平常心でいられんのみたいな、まあ、それに近いと思ってて、ただの先ずり程度ならまあ震度1からまあ3とか、あーちょっと入れたなみたいな、もう先ずりまとめ特攻マンで、死んだ後もね、蘇生した後諦めずにまだ特攻するとかなら震度5、6のレベルの人みたいな、まあ、そういう感覚で先ずりそのものに慣れているっていう背景があったりします。だからね、先ずりはギミックだと思って対処できるし、あえて転がすようなことも基本はないです、まあ、これはもしかしたら自分だけの感覚なのかもしれないけど、他のエレメンタルの民どうなんやろう、ちょっとエレメンタルの人いたらね、よかったらコメント書いてください。でこういった背景があるからこそ改めて思うことがあって、俺はね、本当にエレメンタルで良かったなと思ってるところがあって、多分ね、マナとガイアだったら先ずりに対して今みたいな柔軟性ある考え方ができなかったかもしれない。他の DC がダメとも言わないし、できるだけルールに沿ったっていうこともいいんやけど、イレギュラーな時に対応できるスキルや考え方っていうのが身についたのは、間違いなくエレメンタルの人たちのおかげだと思ってます。これはすごくポジティブシンキング。だからあくまでもそういったプレイ環境の一意見として参考にしてください。自分がエレメンタルで遊んでて最も印象的に残ってることがあって、これがごくさの英語の人とっていうことで、これもね、まあ、実は何度も話してる話やけど、一応もう一回ね話すと、グレン時代にゴクスタノーに行った時の話で、こうフレンドと一緒に自分が募集主で、まあ、パーティー募集を立てて、自分はメインタンクでサブタンクを募集出したんですけど、思いっきり英語全開の海外プレイヤーの人が参加してきて、ハローみたいな、オーイエスって、まあ、一応答えるんやけど、まあ、冒頭から何一つ日本語は通じなくて、一応ゴクやからね、相談はするんやけど、集まったししょうがないから行くかっていうのでとりあえず行って、で一応フレンド含めてクリア目的で募集してたんやけど、まさかの未予習プレイヤーで、初見ではないと思うけど、ほぼなんか最初触りでやったぐらいのプレイヤーではあったんですけど、まあ、それでも一人くらいなら大体はどうにかなるけど、利口技のところだけはこれ知らないとどうにもならなくて、ボスが剣を振りかざしてくるっていうギミックがあって、タンクのどちらか1名がその剣を受け止めて、まあ、その間敵の攻撃を受けつつ、その間に他のプレイヤーが剣を攻撃して弾き返すっていうギミックがあって、これね、合計2回あって、もう1回振りかざしてくるんやけど、この時1回目を受けた方は非ダメージアップがついてるから、今度はもう片方のタンクが受け止めなければいけなくて、さらにこの1名が刀を受け止めてる間、外周4方向から弾が中央に接近してきて、この弾が中央に接近すると爆発して全体に大ダメージが入って、まあ、連続で爆発するとワイプ案件になるから、刀を受け止めていないタンクが北東から右回りに弾に接触して小爆発させて処理していくっていうギミックで、これをその海外プレイヤーは知らなくて、案の定1回目は全滅で、これはどうにかして伝えないとどうやってもクリアできないぞっていうことで、Google 翻訳で右回り英語で検索したらターンライトっていうのが出てきたから、ボールターンライトって言ったら OK って伝わって、ほう伝わったみたいな感じで、その後見事にそのね、サブタンクさん弾を回収して、で剣を交代で受けて、そのままクリアできたっていうことがあって、この時言葉の壁を越えてクリアできたっていう達成感もあったし、こんな経験ね、エレメンタルでないと多分できないと思うんで、今思えば貴重な面白い体験をさせてもらったなっていう話もあるわけ。まあ、それくらいのことがあるから、大体のことが起きてもね、動じずに対応できるのかなと思った次第でした。でちょっと話は逸れたけど、話を戻すと、メテオに関してはまだちょっと情報がね少ないんだ、ごめんよということで、だからね、ちょっとメテオのためにできる限りのことで、なんか自分たちのサーバーで思うことあればコメントください。で最後に、通報は最終手段ってことを話しておきたくて、まあ、このチャンネルでもね、たくさん日々多くの悩み相談とかもらったりして、こういう時は通報したらいいですかってね、よくもらうんですけども、通報はあくまでも最終手段で、相手が明らかに悪いことをしている時に行うものだと自分は思ってます。だからね、基本は相手とコミュニケーションを取るっていうようにしてて、そのためのチャット、そのためのオンラインゲーム、そのための MMORPG だと思ってて、基本は相手とコミュニケーションを取ろうとすればできます。でウクラマトの言葉を借りるわけじゃないけど、相手のことを知ろうとすれば話は大体解決するっていうのがあって、なぜタンクが動かないのか、なぜ先ずりするのか、
このなぜって部分に目を向けたら、相手がちゃんと理由を話してくれるかもしれないし、自分自身の行動は大きく間違いないからグッドと言っても、いくら話してもね、日本語が通じないとか無視する人もいたりするから、そういう人がいればサクッと除名投票するなり、ゲーム内のシステムを利用して対処すればいいと思います。通報は相手が悪意ある行動をしている時とか、当人同士が解決できない時に行うものだと自分は思うし、まあ、その他ね、楽しく遊べるんじゃないかなとは思いますよ。で、先陣の厳罰化を望むみたいなね、意見もあったりするけど、まあ、これはね、今後どうなるかは分からないけども、ルールが厳しくなれば我々が遊びづらくなって人が離れていくだけだと思ってて、まあ何でもそうやけど、ルールや規約で縛れば縛るほど人は離れます。これがもし利用規約の禁止行為の部分で先釣りの禁止っていうのが追加されるようものなら、多くのプレイヤーが離れる原因にもつながると思ってるし、不意によそ見とかしてしまったりとか、操作ミスで先釣りしてしまうってこともあるんで、それを毎回毎回血まなこになったり対応しても自分がしんどくなるだけなのかなとは思いました。だからまあそうならないと思うけども、もしそういう風にルールとかで厳しくなってしまえば、その通りにしかできなくなるし、配慮すらもできない、縛られた世界で遊び続けなければいけないっていうのは自分はどうかなと思うんで、まあ、そういう未来にはなってほしくないなと願っています。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ヨーソロー、キャプテントラジロー、駆け出していく大きな裏バランウェイと、この世界は広い、旅は終わらないのさ。